にゃ、絶好調、にー、に、に、土曜日です。ちょっと寒いね、朝ね、やっぱね。あれ、おはようございます。言ったっけ？最近本当に、記憶力が完璧に認知入ってるなと思う今日この頃。でも全然いいです。全然楽勝です。忘れるから人間で、ね、忘れてめっちゃ幸せそうにしてる認知症歴、10年のお母さんを見てるので全然不安がないですでね、でもこの YouTube 投稿をねしてるといいですね。こう昨日何したかなってね、なんかこう話す題材を思うのに全然昨日のこと思い出せないというね。でこう昨日はね、今日なんか、あ、これ言おうとか思ってたことを書き留め、あ、もしかしたら動画に撮ってるかもしれない。で、撮ってるかもしれないけど、撮ったような気がするし、撮った記憶がないような気がするし。もう本当、もう人類みな認知症ですな。いいんです、もうそんな世の中です。もうなんか言った、ちょっと次元が上がると今が何曜日なのか、何日なのかが分からなくなるみたいなね、きっとそれです。認知じゃなくて次元が上がったんだと思います、僕のね、うん、ね、今日の朝の鴨明さんのお題は アニソン、あなたのアニソンはな、一番のアニソンは何ですかっていうお題で、アニソンって何とか思うよって。でみんなが答えてるの見たら、アニメソングねあ、アニソンって言うんやこれはもうパンって出てくるのはやっぱりあのワンピースのタッキー&翼が歌ってた歌があるんですよ。題名が英語なんで、もうクレイジーなんとかいう題名なんやけど、とにかくね、これを聞くとなんかすごい冒険をしてる、冒険、今やってる冒険地か、その頃ね聞いてた時のなんかワクワクしてくる、冒険の旅がしたくなるっていうか、もうしてるけどねその冒険の旅にねワクワクしてくるですよ。だから久しぶりに聞いてみようかなと思ってね、この歌が、本当ワンピースはね、たまにこの話をするんやけど、僕が脊髄で入院してた頃にあのワンピースを、その時にこの本、漫画やけどこの本すごい読んでって言ってね、あの知り合いに借りて、もうメニエルとかがあったんでね、こう読めないような状態やったんやけど、でも少しずつ読んでいったらハマってね、やっぱ。でその中でやっぱ一番最初にハマったのはワンピースって、みんなこう主人公とか、こうまあ主だった、あの敵も味方もみんな強いやつらはみんなこう 悪魔の実っていうのを食べるんですよ。でいろんな能力がつくんやけど、それと引き換えに金槌になるんですよね。海に落ちたらもう泳げないんですよ、溺れてしまうんですよ。でそれを見た時にね、いや、ある意味要は障害を持ったわけじゃないですか、ね、海ってもう船のこんくらいぐらい、もうあとはもう大海原ですよ、もうどこでも海で、なんか一歩間違って落ちたら死んでしまうのに、みんなワクワクしながらね、ワンピースを見つけにとか仲間を見つけにとか、みんな自分の目標に向かって、ね、絶好調で大海原に冒険のために出るんですよね。これは敵も味方もみんなそうなんです。それ見た時に俺手術して、それを引き換えにね、命が助かるかもしれない、それと引き換えに後遺症ね、何かの障害を持つかもしれんけど、もうワクワクして生きようって無理やりもうこじつけね、やっぱ考え方なんやっていうか、なんかごめんなさい、難しいことは、哲学的なことは言えれんけど、ワンピースのこの出てくる
ね、キャラクター、このルフィ出てこ、ルフィとかゾロとかサンジとか、敵のね、いろいろ出てくる、人たちみたいに何があってもワクワクしながら生きようってワンピースを見てね、思ったんですよ。でこれを言うとね、みんなポカーンという顔をして、漫画じゃないですかみたいな漫画やんとかも言われるけど、でもすごいそれは共鳴したんですよ。そのこの時ね、ワンピースを病院でワンピースを見た時に、ああもうワンピースに出てくるキャラクターたちみたいな生き方をしようって、何があっても体にどんな障害残ってももうワクワクして生きようって思ったんですね。漫画ってね、日本の本当漫画ってね、本当素晴らしい、ね、素晴らしいんですよ。海外もでもね、海外のいろいろこう映画にしても、なんていうアニメとかでもなかなかこう敵と戦って敵を倒して終わるじゃないですかね。その後、その後、仲間になったりすることもあるけど、でも日本みたいに日本の漫画とかドラマって絶対敵が仲間になってすごい、でその敵が最初信じられんやったり、ね、うまくいかんないけど、だん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 それともうまくいきだして最後に本当の仲間になったりするんですよね。なんかこう、構成は小さい頃からああいうのを見てたら、やっぱりどこか日本のね、文化っていうか歴史近いこう人間関係の歴史っていうか、どんなことがあっても最後に仲間になっていく、和解してね。だって原爆を落とされた国と仲良くできる国ですよよその国はね、この何、人間の生き方みたいな宗教で戦争してるんですよ、よその国は。ああ日本って矢をよろずの神でね、もともとその神様がいっぱいおって、その中に仏教が来たりキリスト教が来たり何々教が来ても、あいいよいいよってね、お葬式は仏教がなんかいいみたいだから仏教に任せようかって、ね、結婚式はキリスト教がいいみたいだからキリストに任せようかって、すごい国ですよね。そうなんですよ。だから本当、何の話でそんなになったの話がめっちゃ飛んで、今もう迷子やな、これ迷子になったな。まあいいや、このくらいぐらい、迷子になった時はこのくらいぐらいで終わらせよう。お、8時やん。今からまた野球部に行くんでね。でもワンピースの話をしよったんですね。あ、そうそう、仲間になっていくんやね、仲間になっていくんですよ。素晴らしい、日本の文化中華ね、もう日本に、本当に日本に生まれてよかったって思いますね。OK、だから僕も苦手やったりうまくいかなかったり、した人たちには本当に今心から感謝してますもんね。やっぱり この現実社会に生まれてる限りは、やっぱりどうしても心にざわつきとか、無意識にポッとこうね、愚痴みたいなことが出ることが、俺が気づかない、自分でも気づかない時に、あ、今言ったの愚痴やったかなとか思うこともあるけど、それでもね、前向きにもう今日なんか頭まだ起きてねえな、話の迷子ばっかりになってる最後に仲間になっていくというね、日本素晴らしいですで仲間って言ってて、これを見たからそういう風に話が流れたんじゃないんやけど、結果ひとりさんの言葉みたいなことを言ってるな。今日も仲間がいるから楽しい、仲間がいるから前進できる、仲間がいると良いことが何倍も楽しくなります、仲間が大勢いると良いことが何倍も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 楽しくなります、仲間がいると嫌なことがあってもすぐ忘れられます、仲間の笑顔は生きていくのに絶対に必要な宝物なんですね、そしてみんなにとって良き仲間のあなたの笑顔がみんなの宝物なんだよね、ありがとうございますね、素晴らしい。
今日俺何しようと思ったかな。あ、あれじゃねえ。ありがとうございます、ひとりさんね、仲間最高です。そうね、今は仲間はね、本当いろんなところに仲間がいるんでね、いろんなグループの仲間が入ってるのでね、結果その仲間の断捨離もせないけんなとか思いやったけど、まあもう俺の性格ですね、結果断捨離どこもつながったまんま。そうね、そう、全然親密にもなってないし、仲間とかいうあれもないんやけど、ひとりさんとこはもう10年近くずっと続いてますからね、本当に1年に1回ぐらい顔を出すぐらいだったんやけど、今はまあ代理店になってるんでね、昔よりは頻度が多いかもしれんけど、それでも全然うんですね。まあ本当唯一仲間っていうよりもちょっと上の存在でね、福岡のカズちゃんっていう総塾長さんがいますけど、まあこの人見るといつもねすごいなって、本当愛だけでひとりさんの商品を売って、ひとりさんのね教えをねただひたすら人に伝えてうまくいってる人なんで、いやもうこの人にはかなわんなって、本当にかなわない人が何人かおるけど、この人だけはかなわんなっていつも思います。よし、そんな感じでいいな。何やったっけ今日は。あ、今日も今から野球部の仲間たちにね会いに行きます。もう俺からしたらそのクライアントさんも会員さんも、仲間みたいな人たちもみんな仲間です。みんな仲間、もう本当に仲間最高、よかったね、はい、ほほはははほほはは、はイエーイ、どいいどイエーイ。大丈夫手順かよ、大丈夫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 、なんとかなる手順かよ、なんとかなる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 、ついてる手順かよ、ついてる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 、オッケー。高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話と何やったっけ、笑う話、まあそんなもんや。小説いっぱい見てください。よっしゃ、何回もいいよな、いいやな、待っていいな、じゃあついてる笑顔で2、あ